プラットホームコンコースフラワータウン駅は、兵庫県三田市あよいが丘一丁目にある、神戸電鉄公園都市線の駅。駅番号は、キロバイト31、標高188メートル、島式一面2線のホームを持つ駅。ホーム有効長は5両、ただし、通常は3両編成の運用のみである。緊急時の代替や、売っていった運先開業など多客時に四両編成が、 入選したこともある。ダイヤの関係により、稀にこの駅ですれ違う。駅ビルは7階建てで改札口が1階に見えるが、実際はホームが1階で改札口は2階の扱いになっている。隣接するフローラ88ショッピングセンター2階と駅ビルの3階が連絡通路で接続されているが、その連絡通路の先には、近隣のスーパー1階やホテル1階と段差なく行き来できる。 校内売店が設置されていた頃もあったが、2015年2月現在は撤退している。ホームへのエレベーターが一つ設置されている。神戸電鉄の方向幕には、当駅が中間駅になった現在でも、フラワータウンの表示が残っている。駅周辺は商業地、他は住宅地である。神戸三田国際公園都市の一角を担う。 2019年度の1日の乗車人員は2693人。船内では最も利用客の多い駅である。ABCDEFGHI、兵庫の鉄道全駅私鉄、公営鉄道神戸新聞総合出版センター、2012年12月10日、180ページ。ISBN 9兆7843億4300万6745。 2019年度移動等を円滑化取り組み報告書。神戸電鉄。2021年4月21日閲覧。ABC 曽根悟ル週刊歴史でめぐる、鉄道全路線公営鉄道、私鉄14号神戸電鉄、野瀬電鉄、北条鉄道、北近畿丹後鉄道、朝日新聞出版文冊百科編集部、朝日新聞出版。 週刊朝日百科2011年6月19日13ページ三田市統計書よりありがとうございます。